おはようございます。今日は山の方にフキと水の方を取りに来ました。こんな感じの場所にいます。白いフキの方を取っていきたいと思います。太めのやつを取りたいですね。こういうやつとか太いですね。これは太いですね。ちょっと取りましょう。白いフキですね。白いフキの状態のいいやつ、虫に食べられてないやつを取っていきます。あ、この辺もなんかありますね。よいしょ。これどうだ。こういうのはパスですね。赤いやつはパスです。こういうのは取らないで、茎の部分が白いやつを取っていきます。おお、立派ですね。アイコ、アイコの大きくなったやつ。こういうのはもう食べられないんでしょうね。まとめて取って、まとめて切ると、おお、合格。お、合格ですね。これはなんだ。この辺どうでしょうか。よいしょ。お、いいんじゃない。いいですね。この辺のフキを少しいただいていきたいと思います。よいしょ。おー、いいですね。よし、いいね。高いかな、これは。ああ、いい。よし。よいしょ。ああ、これダメ。こういうのがダメですね。これもいいや。フキはいっぱい取れるので、すぐいっぱいになってしまいます。よいしょ。よいしょ。戻るか。うん、危ないな。よいしょ。一回戻る。取りながら戻るか。よいしょ。今日はこれぐらいで十分です。
キのアンゼリカの方完成しました。食べてみたいと思います。独特なフキの風味と甘さが重なってすごく美味しいです。今回は2日ほど乾燥させましたが、もう少し乾燥具合を確認しながら作ってみたら、もっといいものができたのではないかと思います。でもこれはこれで。